エスパは韓国の4人組アイドルグループです。自分のアバターと一緒に活動するという独創的なコンセプトで、韓国内のみならず世界から注目を集めています。そんな世界中で大人気のエスパが5月26日韓国のコリョ大学で行われた学園祭に出演しました。エスパはブラックマンバ、サビッチ、ドリームズカムトゥルー、ネクストレベルの4曲をステージで披露しましたが、その全てがプチパクで行われたそうです。これを受け大学のコミュニティサイトでは不満や批判の声が続出しました。以前からエスパはステージでのパフォーマンスがミュージックビデオなどの音源とあまりに似通っているため口パクなのではと話題になっていました。出演した音楽放送番組から MR を外す映像がインターネットにアップされ、メンバーのライブスキル不足を指摘する論争が勃発。しかし4月にアメリカで行われた音楽フェスティバル、コーチラフェスティバルでは生歌を披露。口から音源が出ているみたいに上手、生歌の方がいいと称賛され、高い歌唱力を持っていることが証明されました。韓国で行われる学園祭は祝祭と呼ばれます。飲酒可能な屋台やネイルショップなどもありますが、一番の魅力は歌手や K-POP アイドルのコンサートが観覧できることです。 TWICE、BLACKPINK、PSY、MAMAMOO など多くのトップアーティストがステージを披露してくれます。日本の一般的な学園祭よりも音楽野外フェスティバルに近いでしょう。学園の関係者以外でも入場することが可能なので、この時期は多くの観客で盛り上がります。学園祭を成功させるにはステージの集客が必要不可欠なので、学園側は出演するアーティストに最大限の力を注ぎます。韓国の学園祭はだいたい5月に開催されるので、人気のアーティストは競争率が高く、出演交渉も困難になります。そのため出演料が年々高騰していて、日本円で500万円以上の出演料が必要だそうです。学園祭に使用する予算のほとんどがアーティストのステージ費用に使われています。学校側にとってアーティストのコンサートは一番力を入れているイベント、出演者はこのコンサートを盛り上げる必要があるのです。学園祭ではエスパの他にレッドベルベットや G アイドルなどが出演し生歌を披露、コール&レスポンスなどのファンサービスも行い会場を盛り上げました。出演者の中でエスパだけが口パクでパフォーマンスを披露したそうです。観客はコーチラフェスティバルで披露したような生歌を期待していたこともあり、大学のコミュニティサイトではエスパ大好きだけど口パクだったのは残念、まるで AI を見ている気分だったなど、口パクでのパフォーマンスに不満の声が相次ぎました。また口パク問題だけではなく、自分の番でも口があまり開いていない、コール&レスポンスなどのサービスもないなど、文化祭で観客を盛り上げる努力が見られず配慮に欠けているという点も批判の対象になりました。別の学園祭にも出演しましたが、それも口パクだったそうです。学校側としては決して安くない出演料を払っているので、それに見合ったパフォーマンスをしてほしいというのは正当なこと。高い歌唱力を持っているのにもかかわらず口パクなのは彼女たちではなく事務所側の方針ではないかと言われています。